こんにちは、ハッピーチャンネルです。今回はゴールデンカムイとイーダイナーのコラボ、ゴールデンカフェの紹介となります。おー、黄金喫茶店と書いてゴールデンカフェ、いいですね。こちらの開催期間は9月2日から10月2日となっております。こちらのコラボは前回進撃の巨人もやってましたよね。進撃の巨人の時もすごい迫力のあるかっこいいイラストがドーンと壁に飾られていて、すごいかっこよかったよね。いや、めちゃめちゃかっこよくてついつい足を止めてしまいましたね。店内の装飾はこんな感じになっております。もちろんグッズも販売されているんですけれども、今回のコラボ商品だけでなく、今まで発売されていたグッズなども購入することができます。何を買うかすごく迷ったんですけれども、今回も厳選して購入したので、こちらも後ほど紹介いたします。フードドリンクはすべてテイクアウトのみとなっております。今回はドリンクを2品テイクアウトしました。ということで帰宅しました。帰ってきました。今映ってるのがテイクアウトしてきたドリンクです。ここの蓋に顔が反射しちゃって映っちゃうので、この蓋を取らせていただきます。まずこちらの青いドリンクが流氷風ドリンクとなっております。流氷風、言いづらいですね。難しいです。もう全然ね、氷もなくなってるんですけれども、ここにもね、あの名シーンが載ってますよ。いいですね、めっちゃ笑うところ。あの感動の再会のはずがってやつ ね、 そうですね。これをイメージして作られたドリンクですね。なんかゼリーも入っててすごい飲みやすくて美味しいなって思いました。あのシーンを思い出しながら飲むとまた一味違いました。そしてこちらが牛山のフルーツポンチティーです。これなんか似合ってますよね。いや、もうさ、まさにフルーツポンチがさ先生じゃん。これ PS ですかね。中に見えるかな、あのちゃんとねフルーツがたくさんゴロゴロ入ってます。普通に紅茶なんですけど、このカットフルーツ入れることによってちょっと甘みのあるね、あのフルーツティーって感じになってます。美味しいです。めっちゃインパクト抜群のいいドリンクですね。そしてメニュー1品につきコースターがランダムでもらえます。それがまずこちら、月島軍さん、月島が出てくれました。いいですね、この色合いも。はい、かわいいです。で、2枚目が尾形。はい、尾形と月島が出てくれました。いや、めちゃめちゃいいコンビですね。お次は購入してきたグッズを紹介したいと思います。まずこちらがクリアファイルの A となってます。こんな感じです。いや、私的にね、このチカパシとエノノカがいるのかもすごい嬉しい。あー、いいですね。自分はね、このね、はい、谷垣西馬のこのボタンが飛んでるところ、いや、待ちきれてる。このチョイスがね、もう最高です。そしてこちらがクリアファイル B となっております。うわー、こっちもめちゃめちゃいいですね。自分はね、宇佐美大好きなんです。いやー、宇佐美いいね、めっちゃいい。鶴見のこの変な汁がめちゃめちゃ垂れてるのもすごい。あとね、この中に門倉がいるのも超いい。門倉ね、もう最高です。そして今回はランダム品3点だけ購入してます。こちらはトレーディングアクリルスタンドとなっております。ここに載ってるクリアファイルのメンツとなってますね。 A が2つとこっち B が1つって感じで買ってます。私今回狙いあるんですよ。お、 A はチカパシ、エノノカと、確かに、ね、アシリバさんが欲しいの。自分は白石が欲しいです。あー、いいねー、はい、そして B の狙いは、私はあの牛山が欲しいの。そうですか。自分はね、あの宇佐美1点でいい。あー、最高ですね。それではまず1個目いきます。1個目は A を開けますね。ではいきます。せーの、せーの、じゃん。 お白石。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。旦那さんの狙いですね。はい、もう狙いです。めっちゃいいじゃん。白石追っていきます。台座がめちゃめちゃ可愛いんですよ。あれ、めちゃめちゃ可愛いですね。この白石吉武ってちゃんと書いてる。すごいですね。めちゃめちゃ可愛いアクリルスタンドです。それでは2個目いきます。2個目はあの B を開けていきたいと思います。うっさみ、うっさみ。じゃあいきますよ。せーの、じゃん。お、土方さん、当たりました。台座落ちちゃった。土方さんの台座もめちゃめちゃかっこいいです。アクリルスタンドこんな感じです。いや、土方かっこいいですね。めっちゃいいね。もうこんなね、おじいさんになりたいと思ってます。
それではこちらが3個目最後の開封となります。被らないで出てきてほしい。そうですね、怖いです。じゃあ行きます。せーの、じゃん。あ、アシリパさん、狙いだったアシリパさんが出てくれました。めっちゃ嬉しいです。わーい、かわいい。めちゃめちゃかわいいですね。ということで今回の動画は以上となります。ゴールデンカムイ第4期が10月3日からいよいよ放送開始となります。いやー、本当に楽しみです。これからもグッズやカフェの様子なども動画で紹介したいなと思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。